鉄砲エビ科は、エビの分類群の一つ。鉄砲エビの多世白紫エビ、紫ヤドリエビ、新社会性を持つ幽霊ツの鉄砲エビなど、小型の定生エビを多数含む。熱帯域を中心に、多数の種が知られる。すべての種類が海生で、奇水域、マングローブ、干潟、タイドプール、モバ、サンゴ礁など、浅い海で、種文化が進んだグループである。 生体の大きさはどれも数ミリメートル、数センチメートルほどで、大型の鉄砲エビはハサミを含めると10センチメートルを超えるが、1から2センチメートル程度の小型種の方が多い。5体10本の不足のうち、前の2体がハサミ足に変化している。一番前の第一歩脚は太く発達し、左右で大きさや形が異なるものが多い。鉄砲エビ属アルペイオス。 その鉄砲エビ属シンディフィアスなど四族では大きな肩のハサミをかち合わせパチンという破裂音を出す行動が知られるこの時に生じるジェット水流によって巣穴への侵入者やどうした個体を威嚇したり獲物を狙撃すると考えられるまたセジロムラサキエビなどの紫エビ属エイサニスでは第一歩脚を内側へ二つ折りにし肘を前に突き出したような状態で行動する 第二歩脚は他のふわしに比べても細長く小さな餌をつかむ時などに用いられる。後ろ三体のふわしにはハサミがなくもっぱら歩行に用いられるが体や第一歩脚に比べて細くて平たくあまり頑丈ではない。体は太い円筒型で目立つとゲやけもなく滑らかである。触覚は他のエビと同様に長いが複眼や目柄、 学核はあまり発達せず、耐火傾向を示す。中には、東京港が複眼背面を覆い、視界が前方の狭い範囲のみに限定された種類もいる。生態は全ての種類が訂正で、泳ぐ能力はなく、歩く能力すらもあまり高くない種類が多い。移動能力や視力の弱さを補う生存の手段として多くの種類で他の動物との共生が見られる。 大型の鉄砲エビ類の多くは砂底に巣穴を掘り、ハゼ類と共生する。小型種には、海面、サンゴ、ウニ、ウミシダなどの体表や体内に生息するものが多い。特に共生しない種は、岩石や砂力、海藻、死ンゴの間など物陰に巧妙に潜み、姿を見ることは少ない。海面に共生する、角鉄砲エビ属の中には、 アリアチと同様の新社会性を示すものもいる。卵はメスが腹足に抱えて保護する。孵化した妖精は他のエビ類と同様にプランクトンとして浮遊生活を送り、チエビはそれぞれの種類に適した環境に定着する。なお、セジロムラサキエビなどでは優生船属の性転換が報告されている。ワールドレジスターオブマリーンスピーシーズによれば、 2015年時点で47属が知られる。多くの種類を含む鉄砲エビ属などでは、類似種をまとめた種群が使用されることもある。特に小型種では、未分類、未記載の種が相当数いるとみられる。a b c d e f g h i j m y a k e s a d a 1 9 8 2原色日本語型甲角類図鑑、保育者。 ISBN45 億8630万620、ABCD 武田正智ほか、1999、学生版日本動物図鑑。内田徹監修、北流館。ISBN48 億3260万427ハット ABCDE 小林康政、2000、山系ポケットガイド16海辺の生き物。武田正智監修、山戸警告者。 ISBN46 億3506万 2260ABCD 武田正智ほか2006新装版三 k フィールドブックス三海辺の生き物奥谷高社編著、祖さんイサム写真さんと警告者 ISBN46 億3506万 608ABCD 武田正智ほか2006新装版三 k フィールドブックス4参考章の生き物 奥谷隆志編著、祖山、イサム写真さんと警告者。ISBN46 億3506万616、ABC 三浦智之、2007、日形の生き物図鑑、南方新社。ISBN9 兆7848億6124万1390、ワールドレジスター・オブ・マリン・スピーシーズ・ワルフデイ、ロファンレスク。 1815-2015.119閲覧ありがとうございます。